これなんか喜びそうじゃろ。父上、浮かれすぎ。老人の楽しみにケチをつけんでくれ。大体お前たちはどうなっておるのじゃ。陛下、私たちは離れていた時間が長かったので。もう少しだけ二人の時間を過ごしたいの。なるほど。してそっちは。私たちだってもう少しイチャイチャしてたいんだよ。ベロニカ、それじゃ引き続きわしも孫のおもちゃを好きに物色させてもらうぞい。あのね、男か女かもまだ分かっちゃいないのに、おもちゃ買い込んでもエリーが困るって言ってんの。もちろん分かっとるよ。え、わしのビジョンでな。お前たちまだ覗いているのか。だってゲラード様、あの中一体何が入ってるのかな。また動いた。パンチかキックか。うん、よくわからないけど。人間と妖精の間に初めてできた国家。ロウ、兄上、この世界はこんなにも平和になりました。でも不思議、私たち妖精は樹木や花から生まれるのに、バンと私の子供は私の中にできるだなんて。そうだ、この子の名前はどうしよう。もう決めてある。こないだのゼルドリスとゲルダの顔が忘れられないわね。魔人族と女神族の間に子供が生まれるなんて前代未聞の珍事だって。といっても今の私は半分人間だけど。メリオダス？まだ悩んでいるの？この子の名前どうしたの？よし、これに決めた。トリスタン・ランスロット。トリスタン、どうかあなたに素敵な未来が訪れますように。さてさてさて、どんな未来が待ってんのかな。